剣を握り、剣を振るう。ひしめく闇の者どもに切り込み、疾風のごとく駆け抜ける。たった一人で、バカめ、死にに来たか。奴の言う通り、打開の術はなく、問題は何も解決していない。私は帰路から飛び出した。すぐに邪神の号令が下り、多くの者が襲われるだろう。こんなもの、衝動の言いなりになっているだけ。心だって叫んでいる。迷いを抱える体で、一体何ができるのかと。そこだ、死ねえ！リオ！ほら見ろ、死はもうすぐそこ。無慈悲な爆炎が私を焼き尽くして。あなたは、どうして？死んじまった、あのガキに、何が返せるんだろうって。ずっと考えてたら、体が勝手に動いちまった。なあ、俺は正義を返せたか。時を止め、立ったまま夢を見た。の色に染まる空を、光の奥に佇む彼女の姿を。間違っていたとしても、姿形を変えて私たちの正義は巡る。あ
ーディが許した彼が私を救ったように、私たちの正義は次の誰かに巡っていく。アーディと、震える唇を開き、夢に過ぎない彼女に向かって悲しむばかりでずっと言えていなかった言葉をささやいた。ありがとう。黄昏の光景が遠ざかっていく中、彼女は確かに微笑んでくれた。民衆が変わっただと、守られることしかできない存在が身を挺して、正義を信じたというのか。リオ、アーディ、神エレボス、私の答えを聞かせてやる。正義は巡る、あまたの星の輝きとなって違う誰かに受け継がれていく。たとえ私たちが力尽きたとしても、正義は決して終わらない。だから私は今を尽くす。お前がどんな理不尽を叩きつけたとしても、最後まで絶望に抗い、この身が燃え尽きるまで戦ってやる。一人でも多くの者を救い、正義を託す。正義を途絶えさせないこと、それが私の答えだ。綺麗事を抜け抜けと、貴様の夢物語など叶えさせるものか。そもそも状況を見て言え、事態は好転などしていない。貴様らの亡骸を恥ずかしめ民衆を殺戮する定めは依然変わってなど。状況変わってるわよ。だって私たちが全員揃ったんだもの。バカな、貴様らはまさか。正義参上。